はい、こんにちは、ひろきです。おや、今日のひろきさん。また今日も、なんかその顔ということは正解ですと、これから言うところですね、と、大思いのあなた。正解でございます。正解です。正解でした。えー、こんにちは、ひろきです。 えー、今日もね、またちょっとは晴れてしまって、台風とか、あのー、2日前くらいにあったんですけど、もどっか行っちゃいましてですね、もうすごい太陽が出てて、なんか今日もすごい暑くなりそうだなと思いながらね、あのー、過ごしてるというか、まあ今いるところなんですけども、えっ、ー、とですね、今日は何について伝えていきたいなということなんですけども、えっ、ー、と、今日はですね、 あの仕事は全部一人ではやってはいけないということをお伝えしたくて、はい、こうして動画を撮ってます。あの、なんか、まあ、中学校とか小学校の時の給食当番とかで、まあ、給食を運ぶんだりとかね、あのしたこともあった、まあ、皆さんあると思うんですけども、まあ、その、なんか、カップは誰が、ね、入れてとか、食器は誰が持ってきて、牛乳は誰が配ってとかっていう感じで、まあ、必ずね、あの仕事って手分けしてやった方が効率がいいと思うんですね。あの、ビジネスの用語みたいな、格言集みたいな感じのもので、 あの飛べない鳥は何ていう鳥ですかっていう、まあ、よくあるんですけどそういうのがであのビジネスでおけるその質問に対する答えはですね一人っていう鳥が飛べない鳥ということを言われてましてやっぱり一人だと限界があるわけですねその食器とか、まあ、給食当番さっきの例を取り,あの取り上げてもですね、まあ、あのその給食時間内に全部あの運ぶことができなかったりとかで、まあ、全部仕事が、まあ、遅くなってしまうわけですよね。まあ えとスピードも重要になってきますのでだからうーんそうですね一人一人能力が違うのでまあ例えば集客は誰がやってとかまあ教育は誰がやってとかね、えー、マネジメントは誰がやってとか、あのー、サポートは誰がやってとかですねまあシステムは誰が作ってとかっていう感じでね、あのー、でクロージングは誰が得意とかっていうのもあると思うんですねやっ,やっぱり女の子とか男性とかの関係だったりとかしてこの人がね行った方が制約が決まりやすいとかまあそんなことを意識していただけたらなという 今日も一緒に頑張っていきましょうありがとうございます。